はい、速稼塾の久保です。おはようございます。今日11月17日朝4時21分の相場解説になります。昨日お示しした上と下の価格帯いかがでしたか？この上と下の価格帯の間にあるのがレンジというやつですけども、今回は60ピップスほどしかなかったんで、このレンジオプションね、レンジの中身で、箱の中身で上下で利益を取るのは非常に困難だということで、ブレイクアウトの戦略になりました。で、ブレイクアウトの際は上の価格もしくは下の価格を割ったところからエントリーして利益を取っていけるんだよってことだったですね。さあ、昨日も利益しっかり取れたと思いますけども、あなたいかがでしたか？じゃあ画面を切り替えていきますよ。これがデイリーですけども、お話しした上の値段と下の値段、こちらに出てますよね。110円の255を上回ったら買いで入ってくださいということを申し上げました。取れてるんじゃないですか？20ピップスほどに伸びてると思います。で、もう一つが、今回はそうならなかったんですけども、113円の780を割り込んで、下の方に向かうようでしたら、セルで入りましょうということを申し上げました。これは今回、そうならなかったですね。今回は倍の方で取れたと思います。さらに詳しく見てみます。4時間ですが、なんでこの価格帯になったかというと、もうお分かりでしょうね。前回のレンジの上底なんですよ。ここを結んだ、もう散々パラ利益取らせてくれましたよね。これをこういう風に伸ばしたんですよね。ちなみに仮定はこういう風になってます。ね。きちんと符号するでしょ。だから一回使ったこちらの価格帯レンジがそのままもう一回使えるんですよね。で、しかも、ここに当たって、下から来たのが跳ね返って下に向かいましたよね。だから今度、ここに当たった場合は、また下に跳ね返って向かうこともありますけども、これを突き破っていくようでしたら、突き破った方向に倍で入っていきましょうってことを申し上げて、昨日価格を設定したのが、114円の、ね、253だったでしょ ?253 は書きにくいですけども、255かな ?255 だったと思います。255ね。で、まあまあとここをクリアしたら、上の方にブレイクアウトしましたよね。それが、今ここに出てるってことになります。じゃあ1時間見て、今日は終わりにします。はい、いかがだったですか？こちらの方を超えた。ここも超えた。だから、この価格がね、110円の255を超えたら、ブレイクアウトですよってことで、これが取れてるわけですよ。で、反対に下の値段ってのは、ここと、ここを結んで決めましたんで、113円の780でしたね。綺麗にこの箱、ボックス、レンジ戦略が今回生きて、ブレイクアウトになったってことです。ね、昨日はっきりと価格もボックスも申し上げましたので、これで取れてなかったら、もう取れませんよ。ね。何回も何回も同じところでブレイクアウト申し上げてます。ブレイクアウトの前には必ず私はレンジをお示しして、箱の価格まで出してますよね。多分いろんな相場解説の中で、この金額を超えたらバイで入りましょうとか、この金額を超えたらセルで入りましょうっていうふうに、この言葉を使うところってないと思うんですよ。ないでしょ。うん、だからこれで私の相場解説で勝てるようになれば、もうどんなテクニカルも、向かうところ敵なしなんですよ。自画自賛するわけじゃなくて、ちゃんとね、伝えていけば、私じゃなくてもこういう伝え方になるんです。ね。だから私が偉いわけじゃないんですよ。私は、当然、テクニカルを学んで、テクニカルを伝えてるだけなんですよ。私が編み出した手法ではないですから、どっかの誰かがテクニカルってものを編み出して、それを私が丸暗記して、その丸暗記したことをただ右から左に喋ってるだけですからね。はい。だから私がね、偉そうに言ってるわけではないですから。つまりは、数学や物理の公式を先生が教えて、先生が偉い人にはなんないでしょ？うん。だから、誰かが作った公式なんですよ。このテクニカルってのも。で、数学や物理と同じように、誰々さんが作りましたっていうふうに注意書きで、テクニカル理論は誰それさんが作りましたってなってないんですよ。だからみんなのものなんですよ。人類共通のこれは財産ですから、この財産をタダで使わせてもらうことによってたくさんの利益を上げられるってことになりますよね。はい。テクニカル引き続きしっかり学んでいきましょう。
で、今後の戦略ですけども、これね、ここまでブレイクアウトしたらしばらく様子見になります。またレンジの方に戻っていくのか、それともブレイクアウトして一旦横ばいになって、またね、上か下に跳ねるのかっていう、いつものパターンですよ。ね、もうお分かりだと思いますけどね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。